負け投手高橋宏斗、もう終わりだよこの球団。まあ今シーズン最後の負けだよ。しれっと負け投手の宏斗、これでシーズン再開後はもう負けないね。宏斗負け投手になっちまったじゃねえか。複雑な気持ちになっている。なんか納得いかないけど足跡残したってことでOK。勝ち投手マチャドデクサ、負け投手宏斗とか負け運ついてる。マジでオールスター面白かった。去年のオールスターはスポナビでちょくちょく見てたぐらいやったもんな。すげえ乱打戦だったな。笑ってか負け投手ヒロトやん笑い。ヒロトとライデルが失点の細川はゲッツ。本当に嫌なんだけど、オールスターだけど、やっぱり嫌。郡司対来丸見たかったな。嫌だー。でも細川も見逃し三振で助けられず、しょぼーんってしてるのかわいい。4人ともお疲れ様です。後半戦頑張りましょうね。ちょい悔しさあると思うけど、シーズン再開したらみんな大活躍してくれると信じてる。リーグ戦で打ちまくり抑えまくり期待。ご視聴ありがとうございました。